鬼がいるなら地獄でも何でも僕は選ぶよ。おいハゲ、これでいいわけないだろ。話しやがる、うん、くどいようだが我が決めたんだ。どこまでもついていくさ、友達だからな。さて、直江大和君、あなたたち風間ファミリーはカーニバル成功のために生贄になってもらいます。勝手なことを。さて、何か言い残すことがありますか。何なりと。何がですか。何？誰か侵入してくるよ、トーマ。なんだ？他に誰がここを知ってる？おっちゃん！おっ！よし！ようやく高速から抜けられたぜ。そう、いつまでも捕まってるほどアホではない。やれやれ、かっこ悪かった。他のみんなに俺が捕まったとか言うなよ。ジュン、平気？ああ、いや、全然平気だ。びっくりしたけどよ。英雄参上。ヒデオ、まさか。待たせたな、直江大和。許せ、ヒーローとは遅れて現れるものだ。世界を相手に超多忙な君がどうしてここに。そこの直江大和から激文メールを受け取った。トーマがユートピア一円の集合者と聞かされてな。彼は何を言うかと怒り狂ったぞ。そう、単純なヒデオがそれを信じるはずが。あのカズコ殿がヤマトを信じてと言ったのだ。そうか、ヒデオが片思いなのを使って。結構えぐいことをしますね、ヤマト君。それでも我は何かの間違いだと思い、事実確認にヤマトの指示する場所に駆けつけたら、このありさまではないか。なんだこれは。我は悲しい、悲しいぞトーマよ。ヒデオ、君はここに単身で乗り込んできたのですか。その通り、我が友の目を覚まさせるためにな。ヒデオを使うとは妙手ですね。ヒデオに報告したところで、信じられぬと怒られるのが関の山なのに、過密スケジュールで駆けつけるまさかの展開。それほどに川上和子が好きですか、ヒデオ。我はな。こうなればこちらも覚悟を決めるまでです。ヒデオは公式には行方不明ってことになってしまうでしょうね。お前、単身来るなんて迂闊もいいところですよ。ジュン、ユキ、無力化させなさい。また捕まえちゃうぞ。どうなろうと若についていくまでだ。大丈夫、捕まってる間に回復した。うん、榊原小雪はかわいそうだけど、救えなかったけど、人間が万能なわけじゃない。ましてや子供時代、
仕方ないよヤマト。それを罪と言うなら、人は誰もが何か背負ってる。わかったヤマト、任せて。何イチャイチャしてんのさ。ユキ、頼みましたよ。うん、タウナ、任せて。せやいさましいね。ま、女子は女子に任せて、こっちは男同士、決着をつけようか。俺にやらせろ。借りはのしつけて返してやるぜ。我がやろう。このハゲ殴って正気に戻してくれる。俺だ、我だ。お前ら愉快なのはいいけどよ、緊張感足りてねえだろ。もう学校と同じようにはいかねえんだよ。また何？えぐいが勝ったじゃないか、タツ。本当に、なんだお前。お前みたいなやつが同じ町に。なんで立てる。というか怪我がない。まさか瞬間回復。ダツの何がおかしいんだい。うん、そりゃおかしいさ。だってお前、私は世界のレベルの低さに絶望していたんだぞ。そしたら同じ町にこんな化け物が住んでいたわけだ。これがおかしくなくて、なんだ？世界はやはり限りなく広そうだ。早く旅をしてみたいぞ。どんな強い奴がいるか楽しみだ。板垣立子、礼を言うぞ。そして鼻向けだ。川上流無双聖剣関。気持ちいいな。ヤマトか。すごい逸材だな。シャカドウさんよく発掘したもんだ。疲れた。が、心地よい気だるさだ。通信が途絶えましたか。
前を倒せば少しはうずきも止まるかもな。この負の気、化け物ってレベルじゃねえぞ。子供の喧嘩に大人が介入するものではないね。え？釈迦道、大人は大人同士。ルーカ、眉住幸恵、ここは私に任せたまえ。子供の喧嘩は子供同士で蹴りをつけてきなさい。大人の喧嘩は大人同士で蹴りをつけるからね。ルー先生、さあ早く残りのマガツを止めるんだ。はい。ルー、そうか、お前が来るかよ。おお、私が来たよ。釈迦道、カーカミーンを破門されたお前が好き勝手に弟子を取り技を使っているのは許せないことだ。破門するときに悪用すれば粛清すると説明があった。あったな、そんな面倒くさいのが。そしてお前は悪用した。よって今から粛清する。お前に俺を粛清ね。ってことはたっぷり酒を持ってきたのかな。そんなものは今はないよ。へへ、笑っちまうぜ。酒がなければお前が俺に勝てるわけやねえ。酒を飲まないお前はすごい秀才、でも俺は天才。桃代と和子の差が埋まらないのと同じように勝つことは不可能だ。そうかな。おばあちゃん！いつまでも昔の私ではないよ。上等じゃねえか。釈迦道さんの強さはそれらを返り討ちにできるほどです。跳ねのけてしまいますから意味がない。ずいぶんと腕を上げたじゃねえか、ルー。努力してるからね。だがそれでも勝つのは俺だ。見ろよ、このでかい気を。どんどんまがまがしくなっちまってよ。確かにね、とんでもないね。認めるのかい。だが気が大きいだけで強さではないね。何？今のお前は強い力を持て余している。気の無駄遣いだよ、それは。おざけやがれ、川上流無双聖剣好き。見切った。なんだと。確かにお前は天才だが、ここ数年は昔のように鍛え続けていまい。ルーてめえ、才能の上にあぐらをかいている天才なぞ怖くもなんともない。わーたた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 、うわー、私の勝ちだな。ここまで一方的に、もう笑うしかねえ。一つだけ聞きたい。
なぜ板垣とかいう連中に武術を教えた？なぜって、それはお前、素質があったからだよ。あのままじゃあまりにもったいねえって思ってよ。だがあんな悪ガキども、川上には合わないだろう。俺が馴染めなかったようにな。だからお前が教えたのか。闇には闇の理解者が必要なんだよ。苦しい。やれ、ルー。もう楽にしてくれ。死ねば、うずきも止まるだろう。わかっている。粛清を完了させるぞ。これからは償いの時間だ。覚悟はできたか？そうか。では、行くぞ。これで終わるか。私だ。粛清は終わったよ。約束通り連絡だけ。あとは子供同士で存分に決着をつけなさい。釈迦堂さんが。カーニバルにふさわしく盛大に食ってやる。ほざきやがれ、獣野郎。てめえ、死に損ないが。いやいや、何か役立てることがあればと基地を目指してよかったぜ。ダクト、まさか竜に会えるとはな。ザコが、てめえは脱落したろうが。ちょっと、病院はいいの？ああよ、ずいぶん寝てたから。奴らにやられたのか。まあいいから、グダグダ口出さずに見てろよ。病院に送り返すぜ。二度と出てこられんように。お先やが。まずい。この手応え、てめえ体回復してねえな、バカが。カスガ、ちょっと消えろ！ダクト！それはさせねえ！モモ先輩に比べれば、こいつの拳なんざ！覚えているか？てめえは必ずこの俺が！叩き潰すと！だよな、俺様。この俺が雑魚に。聞こえてねえか。すごい、こんなに強かったんだ。俺様の勝ちだぜ。ダクト、大丈夫だ。そう何度も倒れやしねえよ。無茶しやがって。だが、すげえもんを見たぜ。そうだろ？俺様すごいだろ？そうだな。ああ、ようやく見せ場作ったぜ。しかし、板垣竜兵、考え方によっちゃ、
好きなように暴れた結果がこれ。満足なのかもな。直江がどうなってるかわからんが、メールしとくか。本当にその情報が真実か。では、失礼して。私だ、各地の状況を知らせろ。マロード様、板垣竜兵が川辺で倒されていたそうです。それに各地に散ったボートたちも、抵抗勢力に何かたくさんのメイドやら軍人が出てきて。メイドや軍人だと？うわぁ！おい、どうした？あたいだ、葵トーマ。押したり安住か。そっちに秀夫様が単身乗り込んだってことはだ、不機従者部隊の精鋭たちは何をしているのかな。あ、さらにあたいの見回す限り軍も出てきてるぜ。これはおそらくあのバカ軍人だろ。もうそろそろ観念したらどうだ。じゃあな。ったく、おっと、あたいの護衛大将が。リュウさんがやられてる。だが敵もフラフラっぽいぜ。よし、やっちまえ。ここに来てまた敵。待ちな、風魔じゃなくて押したり竜剣舞五連。この女の子には指一本触れさせないよ。あんた、ここに来てまた味方。お礼は秀夫様にいな。あたいはただ命令されただけさ。こりゃこっちは大丈夫そうだな。他の仲間のところに行ってみようぜ。ちっ、ついていってやるか。誰だか知らないが、勇王邁進、恐れんぞ。お嬢様、お守りに参りました。マルさん、おじさまみたいだな。小さい頃お姫様ごっこをよくやりましたね。マルギっていいところを持っていったな。父様も。うん、クリスが喧嘩をすると聞けば一個師団を率いて応援に来るぐらい親としては当然だろう。メフィスト・フェレス。若返った。これよりクリスに敵対するボートを鎮圧しに行く。司令部隊は全員クリスの護衛に回れ。頼もしい。おお、見つけたけど救出の必要なしね。むちゃくちゃやってやがる。こりゃ町の戦いは終わったな。つうかお前は久喜秀夫についてなくていいのか。もちろん、あたいは何度もついていくと懇願したさ。だけどな。お前は和子殿の護衛に行ってくれ。そして従者部隊は王の宝たる民を守らせよ。ここは我一人に任せるがいい。トーマの目を覚まさせてやらんとな。だ、そうだぜ。なるほどね。秀夫様ったら、どうま、どうまって、妬ましい、妬ましいね。えぇ、お見事、これで残り2機だよ。ああ、やるじゃんか。お役に立てているでしょうかね、私。お金じゃ買えない活躍だよ。お前がいないと、マガツの兵器で町が燃えてたぜ。そっか、よかった。ならば、残りも。あれ、反応が消えた。倒されてんぞ。本当だ、誰の仕業だろうね。
ったく、こんなところで暴れると迷惑なロボじゃん。だがこの高貴なコナタの関節技にかかればこの通り。ありがとうございます。助かりました。みんな疲れていたところにまたあのロボが来て。うむ、2年の S クラスもボート鎮圧に協力しろと担任から連絡があったからの。しかしこれはもう決着ついたのじゃ。なんか軍隊が来た。各地とも鎮圧ですか。ヤマト君、取り返しのつかないことをするチャンスはまだあります。はい、私がそれを望んでいるんですよ。王たる我に手を挙げるか、無礼者。うるせえ。負けたなんて格好悪すぎるぜ。勝って上書きしてやる。だから甘えって言ってるんだよ。あっ、てめえここまで強いか。なあ、ただのロリコンではないと思っていたが。この世は腐ってるからよ、無垢なるものを見て心を癒したいのさ。そうかよ。たく、お前の親は冒険家だっけ。いいよな、俺なんて父親は葵院長の右腕、つまり息子の俺も若の右腕だ。そこまではいい。親が悪事に染まってると俺たちまで連鎖反応さ。親と自分は関係ねえだろうが。若が決めたらどこへでもついていく。それが暗い道でもな、それが友情ってもんだ。お前らみたいなお気楽連中にはわかるまいよ。笑わせるぜ、久喜秀夫。なんでここに来たか言ってやれ。命令するな。まあいい、我は友の目を覚まさせるために来たのだ。だろうが。家庭の事情ってのは気の毒だが、友達が道を踏み外しそうになったら止めてやるのが正しいだろうが。うん、一緒になって落ちるなど弱者の選択。井上純、貴様能力が高いくせに何をメランコリックな気分になっているか。俺だってな、やめてえと思ったし。わっ、それでも若が。ならば我も一緒にあいつを止めてやる。今ならまだ間に合うぜ。間に合わねえよ、知られちまったからにゃ。あの学校生活には戻れん。甘ったれるな。てめえ、どさくさに紛れて殴るな。もう殴り返すなど。もう一度言うぜ、葵トーマのことが好きならもうここでやめておけよ。理屈で考えずに心で考えてみよう。戻りたいか進みたいか、どちらだ。そりゃ戻れるなら戻りたいに決まってる。その意見があるならしっかり貫けよ。そうか、そうだな。ああって納得できる立場じゃねえんだよ、もう。これは何度説得しても堂々巡りだな。ハグ、エリートってやつは繊細でいけねえ。お前が自由すぎるんだよ。仕方ねえ、ここは一度負けてもらって無理にでも納得させるぜ。させるか。
体がふらつけ。やっべえ、さっきの秀夫のが効いてやがる。気合が入った鋭い突きだとは思ったが、そりゃな、久喜秀夫が青い東馬のためを思ってマジで殴ってるからだよ。風間、久喜秀夫や俺が青い東馬を闇の道から外そうって言ってるのに、一番近いお前はぐじぐじ腐ったこと言いやがって、腹が立つ。くらえ、体が負けちまった俺の反撃の一発。うわあ、そしてこれはてめえの目を覚まさせるための。うわあ、さっきの負け帳消し、イエイイエイ。おい、今の勝ちは我の一撃が効いていたからだぞ。てめえら、たく、どこまで子供だよ。真面目にやってるこっちがアホみてえだなあ。お前はアホだな。だがこれで諦めるしか道はあるまい。そうそう、思う存分引き返してこい。負けたぜ、お前たちには。よし、あとは都だな。その緊張感のない笑いはどうにかならないの？うん、無理。てやく、すごい技のキレ。僕強いでしょ。結構なお手前で実力隠している人が多い学校だな。僕ね、お母さんに首絞められた時さ、それでも笑ってたらやめてくれるかなって笑ってたのね。でもやめてくれなくてさ、ずっと意識が途切れたと思ったらお母さん血だらけだったよ。僕がやったの。生きるために無意識にやったみたい。そんな感じで子供の頃から強いんだよ。さあ、うわ、苦労してるな。その後、青い東馬に会ったの？うん、道端で倒れたら保護してくれた。で、僕、青い門病院の関係者の養女になった。そっか。東馬とジュン、すごい優しかった。でもある日、すごい落ち込んでて悲しかった。よくわからないけど、僕、あの二人についていく。わかるよ、その気持ち。なんだかあまり他人と思えないところもある。そうだね。でも違うよ、僕と君は違う。君は手遅れになる前に助けてもらったんでしょ。僕はね、なんかおかしいらしいよ。そうなっていたのは私かもしれない。別にいいんだよ、おかげで東馬に会えたし。うん、僕も君があまり嫌いじゃなくなったかも。うん、でもだけど東馬のために、ヤマトのために、捕まえる、倒す。テコンドーだけどパーンチ。殴りも強い。ケタケタケタ、実は剣技も多いんだよ。
逃げないでよ。切り札の1。何これ、美味しいの？あ、口で止めた。まずい。私の切り札をあっさり初見で見切るとか。落ち込む。切り札の2。石を拾ってどうするの？それ、つぶてというのがあってね。こうして投げる。それはさすがに食べれないね。軽々避けるし。でも受け止めるんじゃなくて避けるなら、もう一回。これは避けれる？避けれるって。いた！石の形によっては変化球もいける。一体なんも。トーマのために、ヤマトのために、あのロボットみたいにやっつけてやる。トーマは何もしてないの？頭撫でてくれるよ。そこで差がついた。え？ミルクを補給して強化されている私の方が。強い！悪い、やられちまったぜ。だけどこれはちょうどいいのかもしれねえ。もうこんなせこい悪事終わりにしようぜ。ごめんね、トーマ。ユキ、ジュン、せっかく私が闇に染まる覚悟を決めようとしたのに。トーマ、自首せよ。ハゲもそれを進めている。わざわざここまで来るとは。それが全ての誤算です。我はお前に助けられたからな。え？我が夢を断念した時だ。お前はどこにも行かぬのか、と。どこにも、とは？我は生きがいであった野球が満足にできぬ。一緒にいて何の意味もないぞ。野球はできなくても、ヒデオはヒデオ、全く変わりませんよ。ヒデオが好きだからそばにいるんです。あの時の言葉が我をどこまで勇気づけたか。だから今度は我がお前のそばにいるぞ。ヒデオ、あれはね、あなたの孤独につけ込んだだけですよ。こう言ってやれば、九鬼財閥の次期当主をずっと自分の味方にできると思ってね。
全ては自分のための芝居に過ぎなかったんです。それを勇気づけたなど愚かしい。我に任せよ。友の暴走を鎮めるは友の役目。秀夫、我が唯一の友よ。芝居でもいいのだ。たとえあの時の一言が芝居だったとしても、我は立ち直り、今の我がいるのだからな。我にとっては、その事実だけで十分ありがたい。何を人徳者ぶったことを。人徳者ではない。結果を追い求めた王の姿だ。我がお前を友だと思う心に変わりはないな。どこまで愚かしいのですか。この汚れた私を未だに友なの。利口な王の口からは出ないセリフだ。汚れていても構わん。それもお前なのだろうよ。が、法的な汚れは取り去れ。自首して罪をすべて償ってこい。そしたらお前は九鬼財閥で働くがいい。バカな、そのような道場。道場？アホか。お前が朽ちるに惜しい能力を持っているから取り立てるのだ。こき使ってやるからありがたく思え。へっは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 。そんな経歴のある私を配下にして、それで。トーマ、重要なのは経歴よりもその能力なのだ。我は王を目指すと言っている。傷を抱えているやつ、腹に一物抱えているやつ、いろいろな人材が集ってくるであろう。それら人を使いこなしてこそ真の王よ。能力、人のために生かすことで償っていける。私はヤマト君。おう、やってやれヤマト。おいしいところだが、譲ってやるよ。そうですね。なんだか、私もそんな気分です。はあ！すごいストレートでした。他の者も一緒に飛んだ気分です。ありがとう。トーマ！バカ！お疲れさん。ラストを飾ってな。俺たちの勝ちだ。そりゃ当然だ。俺たち集えばできないことはないもん。こらヤマト、お前も決めポーズ取れよ。あれ、なんで俺は生きてるんだ。言っただろう、これからは償いの時間と。お前の弟子は川上院で
引き取ることにした。お前も弟子を取ったからには最後まで責任持て。ああ、まずは刑事責任を果たしてからね。ムカつく野郎だ。取る行動すべてが気に入らねえ。そしてこれからも私の技の練習代頼むよ。てめえ、見てやがれよ。すぐにあの借り返してやる。ああ、待っている。友よ。ムカつく。俺にもいたんだな、友が。桃代や釈迦堂は川上院で危険な拳と思っていたが、決めつけると己の視野狭めるから気をつけよう。拳の道は光も闇も飛び越えた先にあるはず。それを追い求める。よいぞル、これで川上院も安泰かの。いやー、ま、俺とヤマトは楽勝だったぜ。まゆまゆだろうな。よくやったぞ。いえいえ、もう無我夢中でして。僕も地味に今回は頑張った。俺様も死闘だったんだぜ。何気によ。なんで俺はこんなところに来てるんだ。もう島津も戻ったし、俺は必要ないだろう。なのになんで。ちっ、らしくねえ。帰るか。あれ、ここで何してるの。いや、別に。ここにいる意味がわからない。そうだ、俺はもう部外者だ。早く中に入ろう。みんな、祝勝会と10人目の仲間記念会だって。あ、こんなところにいやがった。探しに行くところだったよ。主賓の源さんがいてくださらないと。俺は。なんだ、来ないのか。俺は、そうだな、俺はなんだかんだで遊んでみたかった。ああ、行くよ。別に出れてねえよ。この書類があれば父さんも終わりだ。俺も書類集めてきたぜ。これで葵門病院は大騒ぎだな。いいんですね、ジュン。うん、いろいろ取り調べやら面倒くさいだろうが、なんだかつきものが落ちたぜ。晴れやかなんだ。実は私もなんです。出頭するんですけどね。準備いいか。ま、あたいらが護衛しているから安心しな。はい、行きましょう。おいハゲ。なんだよ。ロリコンは治ったのか。いや、実は生来のものらしい。しょうがねえ野郎だ。死んでも死なねえな。ま、せいぜい踏ん張りな。うん、それでは行きますか。トーマ、ジュン、やっぱり僕も。ユキは何もしてませんからいいんですよ。いい子で待っててくれよな。うん、我が全力で保護している。気にするな。あ、ヒデオ様、お疲れ様です。むしろ贅沢で太る心配しちまうよ。そんなことないよ、ハゲじゃ、またな。できる限り連絡しますよ。うん、聞き分けがいい子ですね。納得するまで時間がかかったかな。
それでは行きましょう、ジュン。ああ。現地まで我も行こう。ステイシー、リ、ユキを頼むぜ。はい。待ちなさい。ダメー、ジューン。あいつ追いかけてきてしまったのですか。大丈夫、銃射隊がなだめます。待ってるから。帰ってきたらまず約束のあれだよ。僕待ってるから。泣くな、門出だというのに。無茶言うなよ。一刻も早く戻りましょう。ああ。約束のあれとは何をしたのだ？簡単なことです。だから、早く実現させましょう。だな。待ってろよ、ユキ。なんか変な感じだな。楽しませてくれたハイビルに敬礼だ。ふう、やっぱり悲しいわ。俺も半年ぐらいしかいなかったが、切ねえな。だがこれはしっかり持ってきたぞ。私たちの象徴でもあるからな。どこに植え替えてあげますか？そうだな、川上院の門の横とかどうだ？あ、それいいわね。ケアは完璧だし。そもそも取り壊しとかできないからね。それでは早速埋めに行こう。じいちゃんから許可取ってくるわ。しかしあのじいさんも元気そうだな。いつまで生きる気かわからん。じゃあ川上院行こうよ、ゾロゾロと。そうだね。都はどうだ、最近クラスの連中とは。少しは話すようになりました。お、やるな。孤独最高だけど少しは人ともコンタクトする。
それならお姉さん安心して卒業できそうだ。まるでそれが気がかりだったように、よく言うよ。青い門病院は今も大騒ぎだね。院長も副院長も逮捕ですもんね。あいつら自首するとき親まで道連れにしたんだな。ものすごく悪い人だったみたいね。派手にやったよな。爽快だぜ。余裕だろ。あいつらの能力の高さ半端ねえし。俺は目に浮かぶぜ、あいつらの元気な姿が。ただいま、ユキ。わーい、わーい、トーマちゃん。世間の厳しさ乗り越えて帰ってきたぜ。罪は消えませんが、それでも行きましょう。うん、とことんお供するぜ、若。ここら辺に植えちまっていいのか。そうだね、好きに使いなさい。ルーシハンダイ、洗濯物できました。ヤマト君じゃないか。うん、アミネーもテンちゃんも山ごもり頑張ってる。あ、なんかハガキ来たよ。外国で傭兵することにしたって。ヤマトくん、おいでおいで。行かせない。やれやれ、さっさと植えるか。テキパキやっちまおう。よし、これで土かければ終わりだろう。手伝うことなく終わってしまったな。玉川に戻ろうぜ。誰が一番かダッシュ。そのパターン読めてます。大体慣れてきたからな。そろそろ俺様のいいところを見せないとな。足で負けないわ。じゃあ僕たちはまったり行くということで。はーい。あそこまで灰にはなれねえ。元気でいいことじゃないか。日本の春はあったかくて気持ちいいな。ドイツで寂しくて泣いたらダメだよ。泣かないさ、本当だぞ。3月は別れの季節とはよく言ったものだ。私は卒業、クリは帰国、キャップは冒険の旅か。いきなり喧嘩もしてしまったが楽しかった。うん、そうだな、楽しかった。クリスみたいに遠くに行くやつもいれば、俺みたいに夢に動くやつもいる。秘密基地が壊れたのはある意味スイッチかもな。金曜集会は一旦ここで終わりだ。そっか、しょうがないですよね。同じ学校に残る奴らが寂しそうな顔すんなよ。心配すんな、俺は一旦と言ったぜ。機会があれば全員でまた集まろうぜ。例えばあれだな、龍舌蘭が咲いたらだね。その時はみんなの夢も花開いているといいですね。本当にな。まゆっちの友達100人が一番厳しいかも。あっち、手荒な一言。今から楽しみになったりして。さーてクリ、
最後に大勝負しておく。どこまでも好戦的でキャラが濃いな犬。印象強くて遠く離れていても忘れそうにないな。最後まで仲いいな、お前たち。キャップは本当に冒険で死なないでね。おう、辛くなったら川上魂だぜ。そろそろ日が暮れるぞ。あ、そうだね。ああ、迎えが待っている。行かなくては。うん。で、僕はどうすればいいんだい？げ、忘れてた。貴様、ミーがいるよ。よろしくね、ミヤコ。厳禁なやつだ。よーし、日は落ちて祭りは終わった。進もうぜ、明日へ勇往邁進だ。あ、屋上は